てってってってれでてってってってれでピッピ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 ピピッピピッピピピッピッピピッピピピピピ、はい、皆さんこんにちは。どうもピクルスでございます。というわけで、人形ちゃんは今日も美しい。マジ可愛い、本当に。というわけで、前回、シナモンロール、血に乾いた獣を倒したので、今回は、まずは、賢いやつの選択肢としては、ヤハグルに行って、装備を強化する。っていうのが、まあ、神父一式いらないんだけど、まあ、全部もらっとこう。全部交換する、一応。で、これ神父一式を今もらっておくことにより、あのね、一人の女をね、女を救うことができる。ピー、なんということだピクルス。絶対的暴力の前に敗れてしまったピクルス。ピー、お散歩をしていただけなんです、少年は。そしたら人さらいに会いました。ピー、ピー、さらわれてしまったピー。なんということだ、一般の痛い気な青年ピクルス捕まってしまった。さらわれてしまったピクルス、顔が可愛すぎるがゆえにピクルス、さらわれてしまったぞピー。なんということだピー、ピー、過酷な運命が待ち受けているお前を。さあピー少年、隠しがヤーグルにさらわれてしまいましピー、さらわれてしまいましピー。ここさ、マジガバガバだよな。鍵ぐらいかけとけよこんちくしょうっていう感じで、まあ、鍵かけてたらあの冒険がもう罪なのですが、じゃあまず下行ってちょっとルーティーンこなすか。ルーティーン、はい、合図に挨拶ちょっとこなすか。ああ、神よ、私をお救いください。やがて神に、いや、この世界で私は神にはなれない。女、泣いているのか。女、Pの助けが必要か。お前クソホストか。お前クソホストか、おい。お前あの人連れてやろうか。まあこんなに怯えてる彼女ですが、神父のね、境界装備何でもいいから服だけ着るとね、豹変しますからね。さあ、やがて上位者になるものの片鱗を味わうことができるか。そうだ、そうだ、私が貴様を救ってやるぞ。あなたに感謝の言葉はもうありませんが、いや、感謝の言葉ぐらいしろ、ね、これを使いください。あ、待って、俺安全な場所知らんのちゃう、どうちゃう。いや、俺安全な場所知らねえわ多分。あ、オドン教会教えられた。よし、オドン教会に行くのだ。オドン教会に行くのだ。よし、じゃあちょっとちゃっちゃとアイテム回収だけしてしまいましょう。そしてね、私事で大変申し訳ないお話になってしまうんですけど、ほんと私事で、申し訳ないんだけど、愛の戦士さんは、この前、初めてね、筋トレやってる、友達が筋トレしてるんですけど、それにね、お前もやってみるってことで、ジムにね、そいつが行ってるジムにね、ついてったんですよね。ジムっていうかね、危ないピー、お月様を取っていたピー、ロマンチストピー、危なかったぜ。まあ、ジムっていうかなんか、なんかトレーニング施設みたいな、結構安い、なんか市営でやってるなんかトレーニング器具がいっぱい置いてある市営の施設みたいなとこに連れてってもらって、あ、いや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 、ヤマピー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 もびっくり、ヤマピー、あー、ヤマピー、あー、ピーピー、あ、ピー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 、ピー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 、それで
初めてのね、危なピー。まあ、それで、初めての筋トレ、ちゃんとしたなんか、トレーニング器具、ベンチプレスとか、ああいうの、全く使い方わかんなかったんだけど、まあ、そいつが詳しいから、痛い、噛まないで。食べないでください。食べないよ。痛い。話が進まねえ。そこでね、初めてね、筋トレしたんだけどね。まあね、筋肉痛で今やってるよね。本当に。めちゃくちゃ筋肉痛やぞ、お前。初めての。やばい、やばしやぞ。豚さんやぞ、ほら、豚はい、ほら、豚が。あ、やばい。こいつ倒すじゃん。でね、ベンチプレス、なんか寝てさ、寝てなんか棒についた重りみたいの、あげるやつ。寝た状態であげるやつ。あれね、やばかった。語彙力がないわ、今日。で、今ね、ちょっとね、寝起きでやってるんですよ。語彙力がちょっと足りてない、ふわふわした感じでちょっと実況してんだけど。あれね、40キロ。なもっと上がんないと思ったんだけど、俺20キロ、普段、もうなんだろう、デスクワークしかしてない引きこもり野郎だから、ね、もう全然上がんない、20キロぐらいしか上がんないと思ったら、いや意外に40まで上がったんだけど、40はね、10回をね、普通に2、3セットはね、いけるんだけど、だからね、50キロになった瞬間だけね、マジね、全然上がらない。上がんだけど、下に下げれたらこう死ぬな、みたいな。だからその、たった10キロの差で、こんなになってしまうのっていうね、感じになりました。で、イヤハグルの夕焼け、珍しいよ。珍しいっていうか、だいたいね、いつも俺夜で来る。個人的なあれだけどね。イヤハグルはね、夕方の夕焼けイヤハグルはね、ちゃんと見ておきなさい。ちゃんと見ておくように。はい、先生。わかりました、先生。まあ、という感じですね。いや、マジでね、本当に、なんか足のやつ、なんて言うんだろう、わかんない。レッグプレスだっけ、なんか足のやつ。足鍛えるやつもあるんですけど、こっちはいけないんだっけ、こっちはいけないんだ。それもね、マジで、なんだっけ。体重の2倍は普通上がるらしいんですよ。体重の2倍だから、50キロの人なら100キロは上がるらしいんですよ。で、俺体重が今60キロあるんですけど、60キロだから120を、そういう人の場合120はなんか10セットぐらい、10セットじゃない、10回ぐらいはだいたいいけるらしいんですけど、まあ上がんないよね。まあね、俺100キロで100キロでヒーヒー言ってましたよ。100キロがね、3回、120上げなきゃいけないのに、100キロがね、3回か4回ぐらいしか上がんなくてね、マジ笑う、あれ、ほんとに。人間はね、苦しい時にね、どうなるかっていうとね、笑いが止まらなくなるっていうのがね、わかった。笑ってた、友達と。あ、待て、お前。まあ、まだよ、ほら、おい。こいつ勝ってんだよな、後で倒される前提だから。おい、その友達とね、なんか、静かに笑い浮かびながらね、苦しみながらね、やっててね、逆に楽しかったっすね、筋トレ。自分がいかに弱いかってことを知った時にね、人間はね、マジで、ね、笑いが止まらなくなる。ほんと、10キロ上げただけで、全然上がんなくなる、マジで。ほんとにね、ほんとね、それがね、面白かった。戻ります。さて、冒険を続ける前に一度ステータスを確認しておきます。体力と持久力を20と15なんですけど、これピクルスの、ジョイシャピクルスの制裁動画、これと一緒です。だから今のとこ体力と持久力はここより上げる気はないです。で、制裁動画だと、まあ、筋力と持久ちょっと振ってんだけど、で、神秘は99ね。で、とりあえずこっからはもう神秘ガンブリしていく。こっからはね、とりあえずね、体力と持久力だけ最近、20と15っていう動画のあっちまで持ってきて、まあ、こっからはね、これで、神秘だけに振ってもう頑張る。筋力と技量はもう、初期値からなるべく振らないようにする。なんかそっち振るぐらいならもう、やばそうだったら体力に振る。って感じで、
ちょっとやっていこうと思います。で、のこなたは、プラ4で、獣狩りの斧がプラス1なんだけど、斧はもうちょっと強化してきてもよかった。のこなたのことしか考えてなかったわ。という感じで、ちょっとじゃあヘムウィックの方面にちょっと向かう前に、ちょっとアイテム回収だけちょっとやっておきましょう。ちなみに夕焼けヘムウィックをちょっと迎えたいと思います。夜だとね、結構雰囲気あってね、結構ね怖いんですけど、お墓のステージだから。夕焼けになるとね、なんか普通にいいステージになるっていう、ただそれだけ、っていう感じでやっていきましょう。で、さっきのあ、やばい、ここ開いてんのか。これ知らずに落ちんだよな、ここよくな。このソウルシリーズ特有のこの踏んだら進むこのエレベーター、超好き超好きスコ超好き。この野郎誰に向かって銃ってんだ。でね、さっきの筋トレの話の続きになるけどね、でマジでね、人生で一番俺はね今筋肉を使って、マジで腕とね、それで腕と胸中心にやろうって、なんか胸の筋肉つけたいっていうことで、なんか胸中心にやるって言ってたんですけど、で俺はね腕と胸が痛くなった。胸をやってたのなんで腕が痛くなるのか、あーこいつ痛いの忘れてた。こいつを落としてでもいい、落としてでも殺す。ちょっと待って、 LINE 来たな。大丈夫だ、ちょっと友達からの LINE でしたと。この下行きましょう。ほいっと、で一旦ちょっと全回復しとこう、全回復しとこう。で待って、ここで落ちるやつ雑魚だから、はっきり言うけど、このここからこう斜めに向かって、このロープに向かってスティック前倒すだけ。はい、ロープに向かってスティック前倒すだけ。たまにあの飛び出てる木に引っかかって死ぬ雑魚がおるけど、でここはあそこの窓に向かって歩くだけ。はい、これだけ、はい、これだけで安全に降りられるよ。ピグレット、はちみつ、梅干し、うなぎ、お味噌汁食べたいな、キャビア食べたいな。ということでね、腕の筋肉、そう、筋肉の腕のね、胸の筋肉を鍛えに行ったんだけど、腕がね、はい、人形ちゃん意識、はい、人形ちゃん意識。なんでね、腕がね、筋肉痛になるかっていうとね、腕の筋肉が足りてないと、そうなるらしいっすね。貧弱ボーイでした、相手選手は。ちょ、待って、これ。おばあちゃんじゃん、これ。人形ちゃん装備ってさ、他の人が着ると、途端におばあちゃんになるよね。おばあちゃん P。ゴッドグランドマザー P。おらやば。やば P ですね。これやば P ですよ。なんか P、この服が一番合ってるな。スカート履いたらちょっとやばいね。スカート履いたら、ちょっとやば。やば P。よし。これでいきましょう、P。オッケー、ここにはね、ここあれだよね。多分、マリアちゃんのお家。マリアちゃんのお家だったとこだと思う。私は。おそらく。明かりつけ P して、マリアちゃんの骨だぞ。マリアちゃんの骨しゃぶりてえ。しゃぶりてえ俺は、マリアちゃんの骨。マリアちゃんの骨。マリアちゃんの骨だお。しゃぶりたいよ。骨しゃぶりたいっていう発言だいぶやばいよな。ちょ、この手袋ない、やっぱ狩人手袋の方が似合うね。シュッとした方が似合う P。 シュッとした方が似合う男 P。 で、ここはなるべくダメージ受けないようにあっちにジャンプ。危な P、 危な P、 折り P、 吐き P、 乗り P で、あいつに気づかれないようにこの辺でも、おらー、こいつマジかわいそうだよな。地名取られるために生まれてきたようなもんだもん、こいつ。キュッピッ。しかももう死にそうなのに2回も地名を決められるという。この返り血よ。ブラッドボーンこの血がいいよね。この、ちゃんと、全部、ありとあらゆるところに、返り血がつくという、
それいいよね。あそこのアイテムはいらない装備なので取りません、取りません。でここで何を取るかっていうと、あっちの結晶ね、結晶だっけ、結晶、そう、もうブラッドボーン懐かしすぎて、あこいつやばい、こいつマジやばい、こいつクレイジー、本当にクレイジー、クレイジーイカレーポンチ、あ、どうして、どうして、お願いとったろ、やめてー、ビーン、警棒座れなくてよかったわ、あいつノーぐらいに。よし、ここ抜けて、もう血の石は解消しない、2000ポッチだからな、2000チンポだからな。という感じで、あとはエミリア戦のために、感覚麻痺の霧だけちょっと拾いに行こうかと思います。よいしょ、ショートカット開通させて、多分もうロマ戦で使うことない、昔はさ、なんかロマが鬼だったからさ、木の盾必須みたいな感じだったけど、必須ってわけでもないけど、木の盾がなんかロマ戦で使えたけど、今多分あの俺がやってないうちにアップデート来てなければロマが弱体化したままなので、多分余裕なんですよ、余裕なんですよ。これだけ拾ったら、もう向かう場所はただ一つです。エミーリアを倒す前にあのヘムイックの墓地街、あっちに行きます。あっちに行く、あっちをね、夕焼けのうちにクリアするっていうのは、何も夕焼けが見たいわけじゃないですよ。ロマンチスト P っていうのもあるんだけど、別に夕焼けが見たいだけってわけじゃなくて、 P はエミリアはねちょっと強いんですよ、ボス的には。ちょっと強い位置にいるんですよ。まあ、他のボスに比べてそんな強いかって言われたら、序盤にしてはちょっとね強いんですよエミリア。うん、でも俺初見で倒したけどな、エミリアは。出た出た、愛の戦士の自慢。まあ、エミリア強いけど、俺、そのエミリア、初見で倒したんすよ。出た出た、愛の戦士。で、このさ、森の夕焼けってもさ、こう大体夜で来るイメージあるやん。なんかね、新鮮だよね。森夜、夜来るイメージ感あるよ。ある。この犬だけは、先に倒しとかないと、うぜっ、うぜっ、銃弾飛んでくるな、あの銃ボーイが。死ねこらおい、死ねこらおい、いる子がよ、こらおい。よし、こいつだけ倒して、もう水銀弾もらっといて、夕方のヘムイックをかけていく。こう、犬2匹連れてんのうざすぎか、お前。うざすぎか。あ、生きているなんか最近さ、ミサクラが出る病気、今1年前から患ってるんだけど、あの、途端にミサクラを発症してしまうっていう、あの、俺のリア友とのネタがあるんですけど、やばい！ミサクラ病末期だ！こいつはつって、隔離病棟に入れろっつって。で、ミサクラ病は、あの、空気感染するんですよ。空気感染するから、院長っつって。やばい！こいつはもう、ミサクラ病に感染してる末期だっつって。早く隔離病棟に移せっつって。わかりました、院長っつって。早くしろ！早くしようっつって。院長っつって。もう俺何やってるかわからない。今日はちょっとふわふわしてるよ。なかなかないっすよね、ここの夕日。ないっすよ。ないっすよ、ここの夕日な感じ。うん、俺だけかもしれんけど。見て見て、死者の目線だよ。これが死者の目線だよ。うわ、キモ。うわ、やば。やばいっすね。まあ、行きましょう。夕焼けのヘムイックの墓地はね、なんかオシャンティーですよ。オシャンティー。俺、夕焼けは好きなんだよね、ここ。夜だとちょっと怖いんだけどね。で、夕焼けで攻略するメリットが、もう一つだけありまして、見やすい。本当に。それ重要だから、マジで。やっぱ暗いのと、明るいのだったら、明るい方がいいんですよ。どうだ、これで明るくなったろうつって、お札に火をつけるわけにもいかないんですよ。で、このババアは出てくる。
この武器を持ったババアは。で、そこにいんじゃん。もうここにいるけど。おらー、ババア暗いー、おらというわけで、こんな感じで、二次編、これでちょっとプラゴまで強化できないか、ギリギリ。まあ、ここから二次編が結構出てくるんでね、これで強化していきたいところではありますが、ここはいきなり飛び出してくる、飛び出し、マジ、老害ババアが多すぎるんで、ほんとさ、俺車毎日運転するんですよ。毎日って言ったな、じゃあ365日ちゃんと運転しろよ。出た、365日運転しろ中。もうその話はいいんですけど、ほんとね、無双ババアが多い。なんだろう、道路横断無双ババアが多すぎてね、俺は困る。ちゃんと左右確認してくれよ、つって。歩行者優先って言うけどよ、お前、車運転してる身からしたらね、お前、怖すぎてしょうがねえよ、お前。道路の真ん中を平然と歩くな、こら、おい。俺は、何度お前らを引きかけたことか、お前ら。いきなり歩いて、お前、道路のど真ん中歩いてんじゃねえぞ、こら、おい。おい、こら、おい、ババアどもがよ、おい。調子乗りやがって、おい。と、申しております、愛の誠司さんが。お願いだからね、出てこないでくれ。ちゃんと端っこ歩いてくれ。いきなり、確認せず、ノールック。ノールック、あー、ピーピーノールックでいきなり、不意にひょこっと右にいきなり特攻してくんのやめろ。ピー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 危なピー。いや、大男にやられピーするとこだった。いや、輸血液を使いすぎ。ですよ、ピー。こいつは、2回、ちみれねえと仕留めきれねえか。来な、俺が相手になってやる。くら、デブくらえ。あ、デブのアイテム取れない説が。取れた。血尿取れました。はい、どんどん進んでいきましょう。じゃ、トリマーそっちの、アイテム取るよ。アイテム取るよ。よし、二次編。これ、プラゴまで行けそうですね。ほいっと。どんどん行くぜ。マジ困んだよ、老害。頼むから出てこないでくれ。お前らの身のためにはもうな。なんかもう何言ってるかわかんねえや、P。で、ここは、上からこう。で、余裕 P。はい、余裕 P。待ち伏せを逆に狩る。これぞクソホスト狩りの醍醐味みたいな。プレイヤー狩りじゃない。なんだろう、なんだ、いや、違うな。いや、俺も何言いたいか。プレイヤー狩りを逆に狩るみたいな。キリトくんみたいな。キリトじゃない、ハセオか。ハセオみたいなことしようとしたけど、でも違ったわ。逆にホストは普段、プレイヤー狩りをされる方だったっていう。何を言ってるかわからないから、筋トレの話に戻るんだけど、戻るのかーい、そこ、みたいなね。そこ戻るのかいみたいな。だから俺は今ね、すごいね、腕のトレーニングをした後に、腕に負荷をかけてなんか、やるトレーニングをした後に、あ、やばい、死ぬ。え、死んだ。え、死にました。単純に、はい。